後ろ足を下げるという、後ろ足をかなり下げる。では、マイケルハイボールをこうすっともらいながらではなくて、必ず、はい、必ず前足を下げて、前を外して相手の前蹴りが一回こう伸びきったところで手で離して、まあ、グローブの持ち手の下の部分、もしくは前腕全体を使って離るようにして、こうしてですね。で、まあ、反対の手はなるべくガードして、前蹴りがフェイントの場合もあるので、ガードしながら、でなるべくぶっと振り回して、相手が後ろ向くぐらい。後ろ向くぐらい。で、相手が後ろ向くと、そのまま自分の今度は攻撃できるので、そうじゃなくて、回すぐらいな感じでいってみましょう。で、左前蹴りに対しては、必ず左手で払ってくださいね。左手で。左前蹴りに対して、右手で払っちゃうと、こういう状態で正面と正面向いちゃうと、相手が手伸ばせば、足が当たったり、必ず相手の外の方向から中の方向、必ず外の方向から中、中の方向から外に払わないように、だから、左前蹴りは左手で、はい、右前蹴り、右前蹴りは右手で払う、ね、これ絶対に今度右前蹴りに対して、左手でこうやって払っちゃうと、ここの正面を向いてしまう。危ない。必ず、外から中、外から中に払う。ちょっとじゃあ練習します。じゃあ、高さだと思うんですよ。で、高さだと、しかし、片方の左前に出て、片方の人それを上の脇でできる。どっちかです。はい。高さだと。